半地下とは建築物において完全な地下室ではなく半分が地下にある状態あるいはその部屋を指すイギリスシャーにあるボルトンハウス最下階に見える部分は使用人のための半地下の部屋である韓国における半地下は仮想住居として知られる韓国における格差社会や貧困の象徴となっている1968年 北朝鮮の朝鮮人民軍のゲリラ部隊が当時の朴正紀韓国大統領の暗殺を計画し潜入した青瓦台襲撃未遂事件が発生大統領官邸が襲撃された以降も武装した北朝鮮工作員が韓国に侵入するテロ事件が相次いだそのため1970年の建築基準法改定では新築の低層住宅には 国家非長自体のための防空壕として地下室を設置することが義務付けられた。当初は貸し出すことは禁止されていたが、1980年代にソウルを中心に住宅不足危機になると対応が解禁された。今日に至っても、特に家賃給湯が続くソウルでは20代の平均月収が約200万ウォンで、月々の家賃は、 約54万ウォンと収入のうち野人が占める割合は高く貧困層にとって半地下物件は重要な選択肢の一つになっている日光が届かず薄暗く夏には蒸し暑く湿度が高いためにカビが発生しやすい天井が低く頭をぶつけないように両足を思い切り広げるように立たなければ頭をぶつけてしまうような物件もある韓国国内では 半地下は有名だが、ポンジュの監督による映画、パラサイト半地下の家族によって、国外での認知度が上昇した。パラサイト半地下の家族では、半地下の劣悪な生活環境が描かれているが、近年では、半地下でも、改修された綺麗で、広さもある物件がある。韓国では2008年に、不動産階級社会という本によって、住居による6つの階級区分が、 話題になった。多住宅所有世帯の財布郵送、住宅所有世帯所有住宅はあるが、ローン等のために賃貸に住む、世帯保証金5000万ウォン以上の賃貸で暮らす、世帯保証金5000万ウォン以下の賃貸で暮らす、世帯地下室、ビニールハウス等で暮らす、最貧困層朝日新聞社によると、10年後の2008年時点では、韓国社会の貧困格差は悪化したことで、 単純な比較はできないが、韓国社会の第1階級が、複数不動産所有者やその家族であり、最下層である第6階級に、半地下や全地下といった地下室であることは、変わりないと報じられている。ありがとうございます。